い、どうも、ナオトでーす。はい、今回はこちら、絆の層、重視の方、品津川の方を開封していこうと思いまーす。イエーイ。はい、品津川サネミですね。はい、こちらの方は、オンラインクレーンゲームの方でね、ゲットしたやつですね。はい、クレマスさんの方でゲットしたやつ、めっちゃ沼ったやつですね。長い棒を倒すやつです。はい、よかったらそちらの方の動画も見てください。はい、こんな感じですね。絆の層悪そうやなはい、正面こんな感じ。はい、横こうで、後ろがこうで、横こうですね。はい、まあ、セットでと言いますか、もう一個のアソートとして、カンロジさんですね。セピアカラーバージョンのカンロジさんが出てました。こっちの方は実店舗の方で実はね、撮ってます。はい。それではですね、こちらの方を開封していこうと思います。よし。じゃあまずはテープだ。こんな感じですね。こんな感じで小分けになってます。台座本体、顔ですね。うん、よし。はい、まずは台座に、胴体ですね。胴体と、で顔。で、顔です。はる。はい。はい、絆の層、品津川サネミ、開封できました。えい、ー悪そうやな。はい、こんな感じ。でもね、すごいかっこいいな。さすが絆の層やな。いい感じ。はい、まずはこの遠目から横こうで、あ、正面こうで、はい、横こうですね。ガッて、なんかこんな感じの手してます。はい、後ろ、お札って書いてますね。はい、横こうです。うん。はい、ちょっと近くでも見てみようかな。はい、こんな感じ。顔も非常にいい感じですね。このなんかこのグーンって見開いた目というか、ちょっと爬虫類系の目ですよ。で、傷の方もちゃんと描かれてます。はい、髪型もね、すごいいい造形。いいな、絆の層の造形好きやな。はい、で、手にもちゃんと傷があって、このね、ギュインっていう、なんかこう、なんとも言えん、ガーって怖いって怖いって、ガオー的な手してます。はい、で、ちょっとこの日輪とちょっと曲がっちゃってるけど、またこれは直します。修正しますけど、はい、ね、このなんかツバですよね。こうなんかダイヤが重なってるように。で、左手も傷があります。胸にもこうね、傷が至るところにありますね。はい、横こうです。はい、あ、こんな感じに鞘も傷がいっぱい入ってたんやな、知らんかった。うんうん。で、後ろのこの札って字ですよね。はい、この札っていう字ですよね、後ろ。うん。で、この足首のベルトもちゃんと塗り分けられてます。本当にベルトみたいなのぐるぐるに巻いてるんやな、これ。4本巻いてる。1,2,3,4。4本巻くんや。あの、コスプレイヤーの人は参考になるかもね。はい、で、草履入ってまーす。はい、ああ、いいですね、絆の層。お、かっこいい。はい。簡単なレビューでしたけど、以上が絆の層、重視の方の、品津川のレビューになります。はい。もうすぐね、忍さんやったかな？忍さんの普通のノーマルカラーが、カナオと一緒に、再販というか、もう一回出てくるのかな？なんで、そちらの方もね、ちょっと僕、セピアカラーしか忍さん持ってないので、狙っていきたいかなと思ってます。で、その何日か後にね、イグロさんも出るんで、絆の層。ちょっと忙しいんですけど、できたらやっぱ揃えたいんでね、ちょっと取っていこうかなと思ってます。はい。それじゃあですね、簡単なレビューでしたけど、以上になります。ご視聴ありがとうございました。
またね、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。